いつもめっちゃお疲れだるま手紙お疲れ様ひな。なんかすごいすごいタワーもらった、ありがとう。猫だ、あにゃんにゃんありがとう。フラムタワーだよねこれ。え、なんだ、誰だ、ひょうさん、ありがとう、ひょうさん。すごい楽しかった、ありがとう。ひょうさん、ありがたわ。ちょっと、帰って書きますね。すごい、ぴったりや。あ、かわいい。なんか、取れた、少し。ありがとうが出ちゃった、うん。ありがとう。福フェス、ありがとうございました。あ、めちゃめちゃ猫、なんかギフトもらうんですけど。ありがとうございます。うん、これ、ずれてる？ちょっとギリギリになってしまいまして、なんかこんな時間まで。マックアラームさんかな、ありがとうございます。こんな時間に帰ってくることあんまりないから、ありがとうございます。あれだけど、ありがとうございました。クエス、そう、今さっき結構遅めの時間の特典会も、そう、ね、もう深夜テンションみたいな感じ本当にありがとうございます。長蛇の列を、楽しそうに踊ってる舞ちゃん、幸せな、楽しかったです。めっちゃ久しぶりだったんですけど、ライブ自体がもうなんか結構やばくてやばかった。え、四国とか結構やばかったですよね。そう、私たちは四国とね、全体の ST48 としても2個出ました、やらせていただいたから。そうだね、結構長かったっていうか、うん、どうなんだろう。皆さんもね、長時間で、ね、見てくださってありがとうございました。そうだよね、見てくれてる人ってずっと、うん、そうずっといるってことで、しかもスタンディングだったらよりもうでもなんか特典会の時も腰を押さえてる人おったああもうスタンディングで頑張った証です。ありがとうございました。なんかね、ありがとうございます。体力がね、落ちてた。衰え感じた。衰え感じた。久しぶりに。久しぶりで。でもすごい楽しかったです。ありがとうございました。やっぱすごいな、あの会場も。うん。人数が。大きかったですね。スタンディングであんなに人が入るってすごくない？うん、すごかった。後ろの方までたくさん。うん、私、2階もすごかった。ありがとう。なかなかするつもりが、あ、そうだったんや。健さんもありがとうございます。なんと嬉しい、すごいめちゃめちゃこのなんかあもらう。ありがとう。ね、今日はあれですよ。私たちも結構ギリギリにあの現場入ったんですけど、会場入りしたんですけど、あのメイクも本当にもう30分メイクとかあったよね。うん、30分かけてないなんなら。なんか。いつも2時間ぐらい、1時間半か2時間ぐらいでメイクと髪の毛と着替えをするものを今日は45分ぐらいで全部したから逆にレアだった。でも急いでる時の方がなんか漏れたりするよねでも私はダメだったからもう一回やり直したメイク。楽しかった、ありがとう。バチバチのメイク嬉しい。ニット帽かわいいっしょ。うん、ツインテール、そう、夜はツインテールですって。かわいい。え、マリナさん、え、髪飾り撮ったんですか？撮ったよ。なんかマリナさん髪飾りつけて帰ってそう、しかもタクシーで髪飾りがついたまんまで、なんか写真見たらさ、うん、自分髪飾りつけとるわと思って、うん、私その着替える時に着替えた後すぐにニット帽かぶったんよ、うん、気づかんくて、うん、後ろつけたって分からんじゃん、うん、髪飾りが。ニット帽の下に隠れとってニット帽の下に髪飾りつけたまま出航のあの風のやつ、うん、しっかり外打ち背負ってね、うん、タクシーに乗りました。いや、あの衣装着るの久しぶりですもんね。懐かしい気持ちになった、うん、だけど全然やっぱ中身が変わってるからさ、見た目もシカラシカとかね、初めてやりましたね。楽しかったね、うん、やっぱりしかしかしか楽しかったな。ありがとう、このコロ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 
ありがとうございます。リバーも本当に途中でリバーが見えました。いやマジでこれは渡らなきゃっていう、マジでリバーが見えたわ。意外な瀬取り、確かにね、うん、取れた？あたならもありがとうございます。お疲れもありがとう。すごいね、ケータリングがうどんめっちゃあって最高だった。うどんうどん、四国せ、え、四国せとりで、そう、ボクボクやったんです。僕、そして僕は僕じゃなくなる。で、まひなさんが、まひなさんのあの歌を私は、あのステージで聴いてみたかったんですよ。うん、めっちゃ嬉しかった。その場所からのところ。どうやった？え？私、前9からだったよね、通り。そうですね。うん。そうなんです。いや本当にね、あの曲披露したのマジでもう周年、そうですよ、マヒナさん披露したぶりだったよね。スタジオとかがさ結構やってくれとって、うん、そうあんまり披露する機会はなかったから、逆になんか結構さメンバーがさあそこ好きって言ってくれるからさ、うん、超好き、違う緊張だよねこっち。違う緊張で披露しました。あったか背景ありがとう。てかあの振りも初めてだった。めっちゃパキパキ踊るやつ。そうそうそう。え、あれ PR ではやっとった？ PR で1回2回かな、うん、やりました。マイキューからのマッシャー扱ったって。ん？マイキューからのマッシャー扱った。あでも今日本当リハーサルもなかったしギリギリだったからさ、うん、めちゃ緊張した。声出しも、ね、結構できんくてもう出はけのところで叫んで出た、うん、でもみんながめちゃくちゃ盛り上げてくださって、そうめっちゃみんな声出てましたよ。ありがとうございました。ありがたい。リハなし珍しい。なんかフェスは基本リハがないんですよね。ガチの緊張でいく、うん、声出しすぎて声借りに、あマイキューコール、ありがとう、ありがとうです、ありがとう。おしめののみさん一番盛り上がってた、嬉しい。尻尾フリフリもあれ投げてくれた。のみさんジュンさんありがとう、ありがとうね。セシアンがよかった。この時計って45分、45分、これ壊れてんのかな。45分ですか今。今46分。あ、46分、うん、あー、うん、ありがとう。今日はね、猫の日ですよ。猫にゃーん、にゃーん、にゃーん。え、でもそのポーズ多かったよね。猫の日だから。そう、猫の日。にゃんにゃんにゃん、2月22日、猫の日でございます。インスタ見たよ。インスタ先投稿しました。11時47分ってお前くない、なんか何時、まあ、私まだ9時ぐらいなのまだまだ今日は終わらない。猫の日元気に踊る、踊れてた、
やばい。なんかいろいろと頑張らないとですね。いろいろね、終わった後にめっちゃ反省するんですけど、長い夜になりそうか、なりません。明日がめちゃくちゃ早起き。現実はね。現実はもう本当に浸りたいところですが、時間は早いもので、あっという間ですね。夜が明けます。夜は明けますか、もうすぐ。目をつぶるとそこに朝日が来ています。やめてください。タワーありがとうございます。ヒョウさんか、ありがとう。今日木曜日か、ありがとうわ。もう一週間終わるじゃん、明日で。ありがとうございます。みんな頑張ろう。ヒョウさん、明日はライブ行きますみたいなことも言いましたね。東京で会ってまた広島に来てくれ、ありがとうございます。実質アイドルと同じ動きだ。千代、ちゃん、まひなさんがいます。まひー、キラ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 キュンキュン。谷口さん、そう、次またフクフェスがボリューム3、そうあるみたいです。9月の7日秋ですね。もう9月の7日って割と先のことのように感じるけど、多分割とすぐ来る。9月7日に香川県であるみたいですね。ね、もうそう、今日発表、最後にあかりんさんが発表して、マジビビったね。あの間がね、心臓に悪いですよね。なんかええみたいな。だってみんな一瞬顔がめっちゃ曇ったもん。え、あの会場のみんなの顔がもう一瞬で、でもここでするとも思ったけどね。いや、まあそれも確かに思った。いや、わからん。ありがとう。今だからあれだけど、まあそうだよなってなるけど、今敏感になってるからね。まあね。いや嬉しいね。でもボリューム3早いね、もう決定したなって。ざわついてた。ざわ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 盛りでしたね。秘密な表情してたし、あれだ。いや、みんなもえってなってた。でも誰一人知らないからさ、みんな同じ顔してない、ね、みなみでさえもはけて、みなみ聞いてないって思ったって。ね、いろんなメンバー見に来てくれとったね。うん、アンピーいた。アンピー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 だったね。アンピーアンピーでしたよ。もうなんかもうマジ変わってて、出るでしょって感じだった。マジで変わんなかったよね、何も。はーって、そうそう。マジで可愛かった。楽屋に来てました、アンピー。本当にもう、なんかあんまりいなくなった感じはしなかったね。馴染んでた、めちゃくちゃ。来てくれてましたね。もらった、もらいました。そう、炭治郎って感じの、好きなんだっけ、なんていうの、じいちろうか、じいちろう。これ私お土産でもらったらもう好きになるぐらい好き。好きになるぐらい好き、うん、もうその人は好きになるぐらい好き。そんな人のことが、うん、ぐらい大好き、はい、これバームクーヘン。そうそうそう、なんかプリンも有名じゃない。私プリン食べたことない、嬉しい。やべ、そう、なんか差し入れでいただきました。これ静岡の名物、東京にも売ってるけど、いや、なんか
どこが出身なのこの子。どこなんだろう。みんなが教えてくれるどこですか。じいちろうの出身はどこですか。バームクーヘン。誰か教えてください。東京なのかな。でも東京は確かに駅にあったのを見た。うん、東京なのかな。どっかの駅で買ったもん私。え、みんな知らんって言ってる。だから不明ですね。あ、静岡県って書いてある。そうなんだ。浜松だ。そうなんだ。浜松53。ロマンスショートを好きだ好きだ大好きだ前が好きだよ好きだ好きだ好きだ。はい、ありがとう。体調は大丈夫です。ご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ないです。あとしばらくお休みしてしまってたし。マイケルチラ見え、チラ見え、キャー恥ずかしい。ありがとう。湯浅さん。どの湯浅さんや。久しぶりのライブ。スタッフさんの。ありがとう。みんながとても優しくてまあなんか個人的にはめちゃくちゃ楽しかったんですけどね。なんかまあもっと楽しめるように頑張ります。ヘタレの時緑、結構な方が振ってくださってた感じがしますね。あのヘタレたちよの時の緑ペンライトありがとうございます。なんかこのぐるぐるがめちゃくちゃ見えた。ありがとうございます。楽しかった。やったり、そう、緑で、ちょっとまだ確かに2回やった四国でもやったしね。そうなんですよ。来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今は何分？57分ぐらい、もう早いね。よいしょ。今宵も終わりますね。
また明日ですね。そっか、あさってしあさってが広島でお話し会。また会いましょう。ずっとしからしか、まひなさんがずっと歌ってる。しかしか、壇上呼ぼうかな。じゃあよっちゃん513、トールさん、ゆうくまさん、ゆずきちさん、シーサーさん、東京のスワンさん、ひょうさん、マクアロンさん、おつかれさん、福太郎さん、くまねパパさん、ポンタさん、ナッツンさん、ありがとうございます。東京寒いって。明日みんなあったかくしてね。ありがとうね。ライブしてる、ライブしてる。ありがとう。また明日です。スクショ。13位はララララムさん、12位は斉藤さん、おやすみなさん、10位は矢野ちゃん、9位はアシュリーさん、8位はユナイテッドさん、7位はひよこ、6位はジュンさん、5位は読み抜きシンくんさん、4位はタミさん、3位はトクトクドクトマルさん、2位はガンプチャートさん、そして本日の第1位はプルルルルジュン、おしめんナナビーさんです。みんな明日1週間最後なので、一緒にしがらしか気分で頑張りましょう。明日金曜日、え、明日祝日じゃない？明日祝日。また明日。またね、みんな明日も。カモン、3連休。終わっちゃった。